はい、おはようございます。おはようございます。私たちは今からはい生理系をもらいに行きます。はい、行ってまいります。こっちどっち、あれどっち、こっちどっち、あどっち、あじゃあいただきます。あれ神谷、神谷さん、谷なんです。神谷さんなんですか。惜しい惜しい、びっくりした今。すごい、本当ですね。なかなか出会わないんで ね、うん、すごいね。よろしくお願いします。さあ本日は大正ウエストさんにはいお邪魔しているんですが、そうですね、前回と同じ、そう美人歌謡区ではおなじみのホールさんなんですよ。3回目でございます。整理券は12番です。皆さんもう全然何でも選べるね。そうだね、多分大丈夫だと思う。で今回はね、前回ねそうだ宣言したんですけども言ってましたね、バトルでーす。イエーイ、バトルバトル初初バトル、いつもゆるく2人でお届けしてきたんですけど、う、ねうん、今回はねバチ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  やろうかなーって。そんなガチでいくから。本当にガチでいっちゃうよ。え、台選び、台選びガチでやっちゃうよ。もう全然好きな台とかじゃないから。まあいいよ、勝てる台選ぶから。あ、本気じゃん一人本気じゃんちゃうよでもいいよ、私はちょっと自分の中の作戦があるから。あ、すみません、それちょっと一人で実行しようかなと。怖いんだけど何考えてんのこの子しかもあれで持ってきた何、負けた方は私物プレゼント。そうだそうだっていうことなんですけど、ここじゃあれでしょ、パンツでしょ。え、パンツ、そう、生パンツ、生パンツ、生パンツだよね。生パンツじゃねえよこれこれこれ持ってきてよちゃんと。本当、何じゃん。あ、私ねシェリルが好きなんですけど、いいシェリルのフィギュア、かわいい家にね飾ってあるやつ、実際にこれ欲しい人結構いると思うよ。いやこれ本当にね可愛いから、うん、シェリルファンの人、まあファンは持ってるかもしれないけど、うん、まあ好きな人とか、うんうん、マクロス好きな人とかもいいと思うし。そうだね、そうそう、これを持ってきました。はい、私どうしよう、私なんかポコちゃんと比べてちょっとなんか使ってる感満載すぎて。え、なに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 、なんか出てきた、やばいやばい、棒みたいなの出てきたけど小顔ローラいや、ガチじゃない、ガチじゃない、え、大丈夫、引っかかってない、これえ、それさちょっと嬉しくない、え、嬉しく、ちょっと申し訳ないかなと思って、こんなフィギュアとかあればよかったんだけど持ってなくて。いや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 、ちょっとリアルに使ってるやつ持ってきちゃったよ。だってこれレコタンファインでたまんないでしょ。いやたまんないかな、いやもう大丈夫かな、レイコの使ってるやつだみたいなちょっと気持ち悪いわ、絶対いいってこれ本当たまんないやつでしょこれ。ちょっとね、逆に弱いからね、ちょっとこの辺にゴムとかつけてもらうとね強度増すんで、ぜひこれを。昨日も使った、昨日も使ったよ。嘘、もやもや使ったか、もやもやだって使ってそう、じゃあこれ、私はこれです、カガオローラーらしいんで、はい、で、これはですね、うん、負けた方がプレゼントするんですが、はい、まず私たちどっちがバトルに勝利するかっていうのを予想していただいて、うん、その予想していただいたうちの、まあ、当たった方ですね、方の1名様、抽選で1名様、はい、に負けた方の私物をプレゼントしますだからそう、これがどうしてもフィギュアが欲しいって方は、まあ、私にかけてくださいね。そうそう、そういうこと、ね、そういうことだよね。レコタンが買って私がフィギュアをプレゼントするっていうことなんで、はい、フィギュア欲しい方はレコタンが勝つって予想して、レコタンの小顔ローラーが欲しいっていう人は私が勝つっていうふうに予想してください、はい、ちょっと複雑なんですが、まあ予想していただいて、こちらアドレス出てるかな、こちらのアドレスに予想したら、予想してくださいね、予想したやつを送ってもらって、はい、はい、3週目ぐらいまで受け付けるんで、はい、予想してお願いいたします。お願いします。1名様だけです。はい、はい、これね、これね、実はあれですよ、パンツもこれすごいよね、すごいエロい、見せちゃう、もうこのいいの、いや、このパンツ丸見えっていうね、そうね、ここが好きですごいよね、かわいいよね、こうやってこう覗いて、よくリカちゃん人形とかやったことない、やったこうやってこうやって開けてどうなってるかなみたいなみんな変わってないなって言った、私何年経っても。そうそうそう、かわいい、それいいと思うよ、これすごいかわいい、この衣装もすごい好きでね、うん、こうね、いざあげるってなるとちょっとね、ちょっとね、かわいさが増すよね。そうそう、めっちゃかわいいんですよ、本当に。そう、
そうそう、この大事なものをあげますのでね、うん、これもですよ。そうなんです、カバンに忍ばせとこう、今日だけ。そうだね、もしかしたらあげることになるかもしれないから。そうだよね。さあ、じゃあ今回はね、はい、バトルだからね、うん、本当にちょっと頑張ってバチバチでやるから。はい、大丈夫作戦あるみたいで、あれだけども任せなさい、大丈夫だよ本当、うん、じゃあ早速実践行ってきたいと思います。行ってきます。ね、腰痛いんだけどどうした、どうしたら治る、どういう理由の普通の腰痛、ヘルニア的な、ヘルニアになるんじゃないかな。嘘、わかんないマジでかおはようございます。さあ、ここ見よう、あなたは何に座るんだい。金色見てますよ行くのか、マックス。なるべくね、マックススペックはね、打ちたくないんですよだって実践時間は言うてもね、短い方なんで。やっぱね、数々の番組に出てるポコちゃんですから、ここは多分しっかり立ち回ると思うんですよ。何してんの。決めた。決めてない。なるべくマックススペック行きたくないからさ。あ、そうなの。マックス座んないのにマックス見てるんですよ。どうするんだろう何に座ろうかな。わあ、ナナシー来たい。ナナシーにしよう。ナナシーにしよう。ナナシーがあった。決めたわ。ナナシーにする。ナナシーに行った。隣の銀パラ行きます。ネコタ。はい。決めた。え？私あのもう趣味でナナシーにしちゃった。あ！ナナシー大好きなの。嘘。私も決めたよ。何？もう席取ってあるから。どこに？これ？席ちゃんとどこどこ？近く取ったから。どこどこ？どこ？どこなの？これこれ？あ、これレコちゃんだったの？隣じゃん。そうだよ。隣か。ちょっとね、最初はポコちゃんの動きとかで見るから。どこまでもついてくよ。どっちだよ。最初はついてからって言ったのに、どこまでもついてくよって、どっちだよ。でも顔かわいいからいいんだけどね。そういうとこはレコちゃんかわいい。そんなわけで、はじめはポコちゃんの隣で、私99分の1アマデジのね、銀パラ打ちます。ちょっと立ち回るのはその後にします。後半戦で。最初さ、朝さマックス見に行ったからマックス行くかなと思ったんだけど、なんかね、もしかしたらガロなのかなと思ってさ、うんうん、見に行ってみた。そうなのね。でもなんか本当はプライベートもそうだけど、本当にマックスはね、極力したくないから。そこの良くない限り他にないとか。そうだよね、いつもね、あんまりって言うもんね。そう、ナナシー大好きでさ、もうナナシーのこのアヒルが好きでさ、かわいい、かわいい、ほんとかわいいね。こいつマジでかわいい。ここにも、ここにも、めっちゃわかる。こいつかわいいよね。マジでかわいい。私も可愛すぎてシャメ撮ってコラムに載せたよ。そう、分かる分かる。私もコラムに載せたもん。ねえ、銀パラでね、ほぼ一撃で1万発出したことあるんだけど。うわ、これで、え、アマで、アマで、マジか。超連チャンしたの。そんな出るんだ。20何年、
ハマで行ったら500ぐらいハマった。きつめ。うーと思って。なんかやっぱ銀パラだとさ、結構爆発力もあるからなんとかなるかもしれないっていう希望はまあしないとこない。そうだね。本当に入れてしまえばね。ナナシーさ、俺1回のあたり結構出玉出るでしょ。1000。これ特に121だから。そうだよね。出るよね。結構出る。1500ぐらい以上出るかな。ここからだと出るかもしれない。なんか前このトランプからさ、V って出てさ、嬉しいよ ね。そう、そういうところも本当面白いんだよね。そう、それいいよね。大好き。やっぱね、シンプルは最高だよ。ちゃんと赤が熱いし、本当熱いし、やっぱね、分かりやすいのがいいよね。本当そう。保留変換も全然緑でも熱いし。でもね、まだ保留変換見たことないんだよ。本当？デラックスでやってない。あ、デラックス、私はどっちかと言ったらあっち側だったの。あ、分かる分かる。あっち、あっちさ面白いよね。あ、あでも赤系欲しいな。どうかな。私もね、そっちのなんだろう、シンプルな、よりシンプルな方をメインにやってたから、このモードそんなに詳しくない。ただ赤が出れば熱いっていうのだけ。コースターリーチ、そんな風になるんだ、初めて見る。ね、私も2回ぐらいしか見たことない。これでも全然当たる時あります。カットインがあるのかな。なんかあれ熱いじゃない。ちょっと強めだね。行くんじゃないの。ダメ。ポコちゃんね、いつも美人の時さ、うん、当たりめっちゃ早いじゃん。早いね。今の当たるかと思う。なんでかわかんないけど。ちょっと初のバトル編じゃん。だからね、レコさんに爆発されたらね、うん、怖いよね。ラシーはなんかレンチャン立ちのないじゃないけどさ。そうだね、そうだね。すごいいい感じなんだけど、ずっと言ってんじゃんそれ。いや、ちょっと嬉しい。ってことは最近好きな台ある？最近何打ったかな。最近ね、あれも打ったよ。なんだっけ、ロトパチ。ああ、なぜに。なんか結構変わったタイム打ってるよね。話をちゃんと打ってるしさ。一応ね、物は試して。結構ちゃんと打ってるよね、本当に。私でもロトパチ打ってない。あ、嘘。一回まだ打ってない。打ちたいなと思ってたけど、あんまり置いてるボールもなくて。そうだね、あれは本当に台数が導入がだいぶ少ないからね。そうそう。なんかあのギャンブル感、あのギャンブル感っていう表現変だけど、なんかあのカジノっぽいじゃん。はい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 。なんかああいうところがたまんないの。見た目によらず本当ギャンブラーだもんね。いや、そうなのよ。カジノとか行ってみたいからさ。行ってみたい。行ってみたいよね。行ってみたい。お金がないから。そう、怖くて行けないけど、お金全然あったら全然行ってると思う。行きたいよね、本当に。バトルですけど仲いいです。あ、そうだね、バトルだったね。そう。すぐ忘れちゃうんだけど。すぐ忘れてる。仲良くやっちゃうね。まだ当たってないからか。そうだね、そうだね。まだ余裕なのよ、お互いね。まだスタートしてたから。結構いい感じじゃない？そうなの。次で5000円目。なんだっけ、あの女の子の名前、これ、ちょっとチャンスだよね。これ、当たるんじゃないか、それは。やめて、やめて、ちょっとね。やめて、当たりましたー。やめて、このシンプルさね、たまんないね、ほんと。やっぱりさ、最高。やっぱり、先手取られた。なんでかな。当たればね、1500っていうのがでかい。大きいよね、それね、本当に。なんかやっぱりさ、パチンコ
結構そうなんだけど、そのオカルト打法というか、ついつい自分の中のそういうのを見つけて打とうとするのね。けどやっぱりたまに、いやいやそんなのオカルトでしょっていうね、意見とかも来たりすることがあって、いや分かるね、もちろんパチンコね。そう、パチンコもスロットも、あ、スロットもオカルトってあるの。まあ、叩き方とかさ、こう、なんかちょっとあるのよ、どこで叩くかとか。でも本当に自分の中の勝手なルールだよ、で、なんかそういうのさ、オカルトなんだからと思ってあんま伝えない方がいいのかなと思ってたんだけど、やっぱ伝える側だからオカルトなんていうものを、けど、なんだろう、別にオカルトだけど自分の中のルールを持ってやるのは悪くないことだよね。でもいいと思うけどな、私は。全然そうだよね、オカルトばっかり言ってる人もいるし、で、やっぱり私、パチンコとか打ってる人の8割、7割、8割ってそういう人の方が多いと思ってるの。そうだね。逆になんか、ガチで、なんだろう、もう成功法じゃないけど、本当にガチでパチンコの話になっちゃうけど、打ってる人の方が少ないと思う。そうだよね、本当に思う。いや、それで、なんだろう、流れが自分で変わるって思えるんだったら、私そういうの話したらいいと思うんだよね。そうなんだよ、あくまでも遊びですから。そうですね、自己満ですから。あ、行くじゃんって思った。いけるかね。意外とチャンスアップないと当たんないよね。でももう特徴直前だからもうバレちゃいそう。
と思って、うん、ちょっとそこは、ね、営業公開だからやめとこうか。朝ごはんはね、まあまあいいですよ。そうそう、朝ごはんは、まあ、美味しいんだよね。まあまあまあ、そういっぱい食べれるしね。そうそう、だからもうあと壁もちょっと薄いよね。そうなの、まあ、そういうので ね寝れない。そんなね、ホテルがございまして、初めて NG ということ。そう、だからね、休めないから次の日の仕事に狭すぎて圧迫感というか、ね、ゆっくり休めないっていう意味で、もう仕事がある身としては、次の日控えてる身としては辛いよね。そうだね、支障を出しちゃうよね、ちょっとね。で、ボコさんさ、マーガリンの時夜ご飯どうしてんの？夜ご飯は地方行った時、まあ、全然あのスタッフさんと食べに行く場合もあるし、みんなで前乗りしてるときに、スタッフさんと全員でこう前乗りするときとかは見たりしたりするけど、ほんと一人だけで前乗りしてるときは行ったりする？一人で食べに行ってみたりする？いや、さすがになんか飲食店には入んないけど、まあ、そうだよね、なんかコンビニとかになっちゃうときもある。いや、そうなっちゃうよね。それが悲しいから、極力家で食べてくる。あ、で、遅くに入るとか、もう一緒ですね、まんまです。私も本当そう、もう東京駅で食べるか、なんか向こうで済ませてかからこっち入る。で、あと分かんないし、そうなのね。だからそういう意味でもないから食べてこようみたいな。そうなるよね。食べようと思ってお腹空かせていた時あったけど、歩いたんだけど結局なんか見つかなくて、うん、あとね、飛行機入るようなお店がなくて入ろうかなと思っても、なんかお一人様が意外に。そうだね、そういうとこはちょっとね、だからやめとこうってなって、結局ホテルのパークも、そうだね、コンビニになっちゃうよね。あのコンビニで食べるのも嫌いじゃないんで、コンビニで買ってホテル食べるのも、うん、けどね、せっかく来たからね、せっかくなんか違う人もいるから。あ、くん到来だって。あ、すごい。あ、スカポー1級だ。おいおいおい、この人待っていいね。え、あー、なったなった。くん持ち玉、くんのだろうね。そうでございます。しかも9番でスペシャル、それビッグだ。まあでも全然いいね、奇数だから持ち玉で当たったからね。やっぱりアマは軽い。すぐ当たっていいね。やっぱ当たるっていいよね。いいよね、ほんといい。ストレスがたまらない。でも最初って USJ が近いでしょ、比較的ここの対象。あ、そうだ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 。だからさ、ちょっと USJ 移行ツアーをさ、番組でやってください。やらないですか？うちら勝手に行くじゃなくて。やりましょうよ。ね、やりたいよね。私ね、高校の時の修学旅行かな。そう、修学旅行でね、USJ 行かなかった。あ、赤い赤い、パーク。あれ、もしかして箱掘り？待って、あ、赤くなって熱い。あー、ダメだ。熱い、あー、見たじゃん、これ全然熱いじゃん。怒ってるよ。赤ポイントめっちゃ熱いよ。おー、ほんと熱いから当たるでしょ。これ当たらない。しかも上だ。すごい怒ってる。結構当たるね。当たるでしょ。やった、かわいいね。ほんとかわいい。私もこちらまで当たったよ。すごい。よいしょよ。楽しい。
あー終了だ、ラスト。カタムヤいつもどせず終了と。でもね、大移動するわけにいかないんですよ。あ、フェスだフェスだ、めっちゃ向かったんだけど。